たを待ってますよ。どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。ガンダムブレイカー2やっていきましょう。さあ、相変わらずね、フィードスクランブルミッションは大嫌いな僕なんですけど、まあ、難易度調節がうまくいってねえなってずっと思うんですけど、配信7が出ましたね。とりあえず、今回はフレンドリーを進める前にこの配信 6A ピースメーカーをやろうかなと思っております。トルギ3がね出てくるということで、行きましょう。敵の新型がテストを行っているとの情報を得て現地へ赴きデータを収集することになった。新型と交戦し出撃準備完了です。よし、行きましょう。さあ来た、久しぶりです激震。今回もちろんガンダムシュベートでいきます。ミツキックバスターガンダムシュベートいきます。なんか久しぶりに出撃シーンやる気がするな。で、シュベートは武器をアロンダイドリに変更しました。近接武器をブリア、うおっとデスサイズ、あやべ、うわー、スペシャルアクションじゃないわ、なんだっけ、 EX アクションか、設定するの忘れてた、最悪だ、なんでしてなかったんだバカ、きついなこれ。ちょっと待ってくれ、めっちゃ湧くな、でもこんだけいたら結構パーツ集めれるんじゃないですかね。まだ手に入ってないけど痛い、いやーしゃーい、 K いいよ、ディバイダー強いね。お、デスサイズヘルの頭、お、トールギスさん来たよ、3です、3じゃないです、フリアートールギス2マジか、 K、 パーツ全然手に入んない、マジかマジか、いやえい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 、マジで強いクセフィアスリー、よしやべえ、 EX アクション大剣のやつ設定するの忘れてた、どガンダニウムベース、よし、なんかウィングガンダム系ってめちゃくちゃ軽いんですよね、遠くが、なんかうわーそこに出る、危ない、ちょっと怖い、ここ6トンとかでしたね、6、7、8トンぐらいしかないんですよ、この17メートルぐらいのサイズで、大丈夫かなって思うんですけど、なんか未知の素材だからそんな軽いとか、なんかそんな感じだったはずです。トランザム、もうレイヤーといってどっちがどっちか分かんなくなる、へいや間違えた、パイプ装置、敵の部隊が指名した、くらえ、あー見たー、プレイヤー、お、パーツアート、早いねトランザム、結構ウィング系のパーツもね、僕自体持ってきてえな、来てえよヘビーアーム、ちょ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 、やめなさいやめなさい、シェイプリアー、よっしゃいいよ、よし、パーツアート、おっと、お、なんだっけ、プロトゼロかな、エンドレスワルス版かな、エンドレスワルス版か、エンドレスワルス版っていうか、あれですね、ど、なんだろう、あ、いけ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 、メガキャノン痛い、
すごいですよ、エンドレス。じゃあ、ドーバーキャノン？じゃあ、ドーバーがドーバーが間違えた。ドーバーキャノンじゃないわ。そんなのない。よし、よし。このコンボはでかい。よっしゃー、決まった。いいね。トーギスのボディ、ボディ持ってないか。ボディは持ってないですね。おい、よし行きましょう。いやー、拠点防衛とかないだけで本当に気持ちが全然違う。気分がもう全然違う。やりやすい本当にマジで。あっ、ちょっと左でか、やばいやばい。トランザム、ちょ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 、うりゃ、はい、うりゃ、早いね、やっぱり。ちょ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 、パーツが、よし、危ない。敵の増援だ。どんどん前線に切り込むよ。シュベートはそういうタイプですからね。シェイ、全然パーツ落とさないぞ。大丈夫か。敵の増援だ。あ、上か。あ、いたわ。えいえいえい、心強いぜ。うりゃ、しゃあ、いいよ。ちょちょちょ、壁に阻まれて低いところで打つとああなるんですね。まあ腰についてますから、しゃあないし。こっちか。ジェンソーのツーブラスター、バースターソード、ほい。よし、いいよ。よし。おー、いいよ。あ、そうか、動きもあるから結構あれですね。バトリングもまあ避けれなくはないですね。専用にカスタムされた強力な機体。来たー。来た、エンドレスワルス版のゼロ。こいつ好きなんですよね。背中欲しい、マジで。あいあい、よいしょ、くらえ、覚醒、トランザム、いけ、よし、いいよ。くらえ、アビターブレイカー、よし、ゼロエンドレスワースバックバックパック、待ってました、これがいい。あの天使の羽みたいなやつなんですよね。欲しかったんだよな。やったね、やったね。こんだけでも収穫ありますわ。ちょ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 、いて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 、いいよ。ほい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 、おお、うわー、素材は手に入るな。まあ素材もそれはあった方がいいんですけど、できればね。まあ、今はいいか。こいつらはそんなあれですけど、さっきのエンドレスワルス版のウィングゼロとかはちょっと欲しいですね、パーツ。トールゲス3も。ででで。多分メガキャノンは、まあ別のやつが設計図持ってるんでしょうけど、が欲しいですね、なんかこう、武器の設計図とか。そっちかい、そっちに出んのかい、超えないといけないよな、ね。
まあ、超えれるか。うわー近い。よし、パスワード。よし、よっ、この野郎。来た、エースキーが来た。エピオン来た。マジか、いいね。めんどくせえ。なんだそれ、増援呼んでくんの。ほら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 、やーべえ、えぐいなこの威力。危ねえ。危なかった今。トランダム、あーバスが、いけ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 、やばい。いけいけ、無知か、ヒードロップ。よし、いけ、今だ。いけ、おら。あ、くそ。あ、でもパーサーと敵ギリアが OK。ちょっと落としやすいけど。ふう、どんだけパーツ手に入った。とりあえずウィングゼロの胴体、トルギスの胴体きたー。これだよ、欲しかった。よし、もう最近本当にね、ガンブレ実況撮るの楽しすぎてね、っていうかガンブレやるのが楽しすぎて、もうストック貯めまくってるんですよね。もしかしたら多分この動画が投稿されてる頃には本編終わってるかもしれないですよ、正直。はい、ということで、次回もね、多分また、配信ミッションの金のアストレイかな、あれをやっていこうと思います。以上、ミツキックバスターでした。次回もお楽しみに。バイバーイ。